でもそれを実際これを使ってやってみたらめちゃくちゃ良かったんですよもうすごい良かったんですよ。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。車椅子生活で困ること、皆さんそれぞれあると思うんですが、まず私の中で困るのはやっぱりこの荷物を運ぶ時っていうのがすごい困るんです。車椅子手動の人はこうやって手で車椅子漕ぐので、どうしても手が車椅子に取られちゃって荷物を運ぶ時っていうのはいつもこの膝の上に乗せたり、または膝の上プラスこうやって口で袋バージョンとかね、袋とかこうやって噛んで持ってっていうことがよくあると思いますが、しかしやっぱりこういう箱型のものだったらいいけど、例えば箱型じゃないようなもの、例えばねこういう丸のようなものをこうやって乗せてると、どうしてもこうグラグラしてこうで危ないあって急に止まったりすると落としちゃったり、またはこういう家の中でね平らなところだったらいいけど、坂道とかデコボコ道でこうやってこう振動があったりすると落ちちゃうっていうことがね多々あるんですよ。でも車椅子の人によっては落ちたものを拾うっていうことができなかったり、ちょっとこれはまだやってないんだけど、ワンホールのケーキ、ワンホールじゃなくてもケーキとか、またはパック寿司、なんか傾いたらダメじゃねっていうような食べ物とかを運ぶっていうのはもう諦めてた。一人の時は私は諦めてた、まあ、そんな中で、まあ、最近多分皆さん車椅子ユーザー見たことがあるかもしれないんですけど、インスタとか SNS で海外の製品でねこれが出てきてるんです。車椅子の下からビヨーンって紐のようなものが出てきて止める、この膝の上に乗せてるものを止めるっていうようなものがあるんですけど、なんか使ってみたいなっていうことで、はい、実際にこんな感じでじゃん、はい、紐を取り付けてみました。製品名がこちら、ラップストラッカーっていうのかな。で、私の車は今固定車ですけど、固定車にも対応してるし折りたたみにも対応しています。こちらね、日本で売ってるサイトっていうのがなかったので、株式会社 K3 っていう会社さん、今までねテレスさんで働いてた方が独立して、個人でやってる会社なんですけど、その K3 さんにお願いして輸入をしてもらいました。で、取り付けもめちゃくちゃ簡単で、K3 さんの方にたまたま行く用事があったので取り付けてもらったんですけど、自分でも簡単に、まあ、一旦車椅子から降りなきゃいけないけど、自分でも簡単に取り付けることができます。こんな感じでめちゃくちゃ伸びるんですよ。すごい高さまで伸びて、で、この引っ張った後、近くでお見せしますが、よいしょ、ビヨーンってちょっと引っ張るのも気持ち力入れます。軽装の人でも多分大丈夫だと思うけど、どうやって最後止めるかっていうと、こっちにもこっちにも磁石がついてるので、こんな感じで磁石がついてるから、これをこのままピタッてくっつけるだけで止まります。もう引っ張っても取れません。ただちょっとこの磁気がだからちゃんとしてる分、取る時が上に引っ張るでもいいですけど、ちょっとずらしてあげて上に引っ張った方が私は取りやすかったかな。まあ、それぞれ取りやすい方法っていうのを多分見つけた方がいいと思います。じゃあ実際にこれ本当に使えるのかっていうのを実験してみました。まず私がずっと一人暮らしの中で困ってた定期的に来る困りごとっていうのが、ゴミ捨てなんです。ゴミ捨て、いつもゴミ袋を膝の上に乗せてました。でもパンパンだし、まあ、いろんな形状をしたゴミたちが入ってるからとっても不安定で、私のマンションのゴミ捨て場に行くにはちょっと道がデコボコだったり坂道もあったんで、毎回ひっくり返せたり、またはひっくり返らないように、さっきも言ったように口で紐を
噛むってことをしてました。やだよね、ゴミ袋なのにって思ってたけど、でもそれを実際これを使ってやってみたらめちゃくちゃ良かったんですよもうすごい良かったんですよ。もう落ちないし安定に運べるから、もう本当にちょっとしたストレスが解消されました。で、他にもなんか運べるものないかなって思ってバランスボール運んでいました。もうまん丸のバランスボールを下り坂とか、あとちょっと振動つけてみて運んでみたけど、それも落ちない素晴らしい。まあ大きいものじゃなく、さっき見せたよく皆さんがあるのはこういった荷物ね、あると思います。こういうのを運んだり、あとはよく SNS で使われているのは買い物カゴ。買い物してる時も皆さんこうやって膝に乗せる人多いかと思うんですけど、買い物カゴも膝に乗せて落ちないように安定にできます。はい、こうやって下から引っ張って、でこのままポチッと止めて離すだけでビタッと止まります。ほら、ビターこうやってドンって、ちょっと下がね、下の方がいらっしゃるとあまりどんどんできませんが、こうやっても落ちません。これ今ちょっと箱がへこみすぎてるだけなんだけど、落ちることがありません。じゃあ例えばさっき見せたこのマットね、これもちょっと横幅あるけどめちゃくちゃ伸びるから、ピッてやってピッて止めて、ほらここで止まってます。ほいっと、ほら落ちない、ほいっと、ほら落ちない。だからよく、私はできないけど、坂道下るときにキャスター上げして下る方っていうのもいると思うんですけど、そういう上手い人はこうやって膝に荷物置きながらでもこうやって下れると思います。あと私は使わないんだけど、例えば膝ベルトしてる方っていらっしゃるじゃないですか。膝開きたくないなとかって膝ベルトしてる人でも、私これこのままこうやって膝ベルトなるんじゃないかなって思ったんですけど、どうですか？なんか結構わざわざ膝ベルトしなくても膝嫌いかないんじゃないかななんて思いましたはい、まあ、そんな感じで、荷物運びする時のこのプチストレスっていうのがこのもののおかげで解消されるようになりました。実際これつけてみて不便なことっていうのがありません。あのちゃんと収納されるので、漕いでる時とかに邪魔になるっていうこともないです。まあちょっと物がつくので気持ちいい、車椅子全体の重さは重くなったりしますが、めちゃくちゃ重くなるっていうわけではないし、あんまり気にならないプラスの重さだと思うので、支障が個人的にはありません。で、例えば旅行に行くときに飛行機乗って検査受けましたけど、私の車椅子折りたたみじゃないので、まあ、羽田空港とかの場合はあの機械を通さずに人の手でこう触ってやるんですが、その時も別に外さなくてもこの穴見て OK ですっていう風になりました。なのでもう1回つけてしまえば基本的に取り外ししなくていいものになってます。ちょっと海外は分かんないから、また海外行った時なんか言われたらご報告しますけど、今のところ国内全体ではこれつけてて、わざわざ外してください、検査させてくださいっていうことがありませんでした。はい、でさっきも言ったようにこれ日本で売ってるところって今のところありません。英語が得意な方は実際のね、この販売してる会社さんに直接オンラインサイトから購入して自分で取り寄せることはもしかしたら可能かもしれませんが、英語が不得意な方に関しては株式会社 K3 さんの方で取り寄せてはくれるということでした。まあ、ただお試しではなく、も基本的に買うっていう前提でお取り寄せしてもらわないとちょっと難しいということです。金額は、本来売っている本場のサイトでも17,500円、まあ、結構しっかりしたものなのでお値段もそれなりにします。海外から輸入してくるってなると、ケースリーさんの場合は2万円プラス税プラス、まあ、送料を負担していただきたいということでした。まあ、なので気になる方はぜひケースリーさんに問い合わせしてみてください。はい、でも実際本当に使ってみてめちゃくちゃ便利なものだったので、こう荷物運びに毎回苦労してるなとか、膝の上によく荷物
乗せるなとかっていう方は使ってみてはいかがでしょうか。はい、久々に車椅子にとってのこの便利商品っていうのをご紹介しました。海外、やっぱり日本とは違って海外のそういう面白グッズ、車椅子にとっての便利グッズって意外とこうインスタ見てると最近いろんなものが出てくるので、なんかこういうの使ってみてほしいとか、こういう商品気になってるんですけどっていうのがもしあれば教えていただいて、まあ余裕があれば体験してみようかなと思うので、紹介してみようと思うので、そういった情報もぜひお待ちしております。はい、ということで、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。